JR 九州は8日、日韓航路の新しい大型高速船の建造に向け、豪造船会社オースタルと協議を開始すると発表した。現在のジェットフォイル船、ビートルの倍以上の座席数を設け、デザインは同社の観光列車を手掛けてきた水戸岡鋭を治むしに依頼する。2020年の導入を目指す新高速船は従来より倍以上の座席を設ける計画も、写真はイメージ。 JR 九州は博多と韓国、釜山を結ぶ高速線を3席運行している。いずれもジェットフォイルで席数は191新しい高速線は80メートル級の三道線、鳥まらんで500席前後にする意向だ。予算は数十億円と見られる博多、釜山の運行時間は3時間40分を目指す。現行より30分程度遅くなるが、線の外に出て景色を楽しめたり、 売店や免税店の充実させたりして船内を楽しめるようにする。今後、設計などの詳細を詰める日韓の交流人口は増えているが、格安航空会社、区が普及する中で人へに時間との競争では部が悪い。JR 九州高速線福岡市は航路自体は成長し需要はあると見ており、観光列車のように乗ること自体を楽しめるようにしたいとしている。